どうも皆様こんばんは。 Welcome to my ゲームチャンネル伊豆コブラが序盤から簡単に取れるロケーションアルミニウムについて紹介いたします。プレゼントバレースキーリゾートはアルミニウムが20分で30個回収が可能となります。こちらのロケーションでは出現するモブはスーパーミュータントとなります。このスキポールから分解するとアルミニウムが回収が可能となります。ポセイドン変電所は PX-02 付近の道路でアルミニウムが10分で18個回収ができます。こちらの道路をまっすぐに行ったところにトラックがあり、そこにスキポールが回収が可能となります。比較的簡単に周回できる2つのロケーションの紹介でした。2つのロケーションを合わせて48個アルミニウムが回収することができました。皆様お疲れ様でした。